かまいたちの夜2監獄島のわらべうた、えー、洞窟探検編のエンディング回収を最後にやっていきたいと思います。えー、とでは、第5章のところ、山んばのところ、どこだ、これは。あ、洞窟の中にもいるね。あー、はい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 、これ、あの、なんか、切り株のような岩があるところでだね。そうか、僕にある考えが浮かんだ。 え僕が山ンバになればいいんだ。ひるみが山ンバになればいいんだ。僕たちが山ンバでこれ何か山んバにすればいいんだで進んでいったんだよね。これどっちもなんか嫌だなって言っててひるみでも僕でも嫌だなって思ったんでそれにしたんだがこれ僕が山ンバになればいいんだを選んでいきたいと思います。僕がヤマンバになればいいんだよどういうことだろうね。 そう言っって僕は霧株の上に乗ったあそうか山んばが高いところにどうのこうのっていうわらべうたかこれ乗ったらどなあ上に行くよねスピードすごくないスピードが速くないちょっとスピード思ったより速いでこれ僕乗ってんだよね僕っていうか浅野助すさまじい勢いだったこれ乗ってるんだよねゴーと恐ろしい音とともに石の切り株が真上に伸びたとてつもない勢いだった 切り株の動きが止まるとひるみの声が下から聞こえてきた周りを見てどこかに道はできてないあたりを照らしてみた正面の壁に大きく穴が開いている穴が開いてる僕が言うとじゃあ先に進んで思った通りの返事が返ってきたすごいんだよなひるみはひるみはどうするのまあ言うてもここまで上がってこれないもんね。 この柱を登るのは無理だし、仕方ないからここで待ってるわ。朝之助一人で先に進んで。でも、大丈夫よ。気乗りはしないが、ひるみの命令には逆らえない。分かったよ。僕はそう言って穴の中に入っていった。<う>通路の途中に明るい部屋があった。洞窟の中なのに空があった。うん？あ、ちょっともうあれ見えるじゃん。 よし <laughs> みたいな恐竜見えるじゃん僕が中に入ろうとしたその時何通路の奥の方から声が聞こえた昼みかそれは人のものとも獣のものとも取れるような苦しげな声だった僕は部屋の中に入らずに声のする方へ進んだあこれ牛の頭の人少し広い通路に出た。 あ,あふーんって言ってるなふーんって声はさらに奥の方から聞こえてくるあ部屋来たね扉が見えたでもここ鍵が3つ必要で開けるには木製の扉だ声がしたそれは男のうめき声のように聞こえる「おうおお」と悲しく辛く苦しく耐え切れずに口から漏れるような嘆き声 声は中から聞こえて分かったよ中から聞こえてきたのはもう分かったから誰かいるんですか牛の頭の人とかがいたりするんですか返事はない僕は、えー、前は中に入ってみようで扉に手をかけたけど結局鍵が必要ってなったんだけどじゃあ、えー、扉に耳を当て中の様子を伺います僕は扉に耳を当て中の様子を伺ったうん間違いない うめき声はだから,聞こえたから中から聞こえてくるのはもう分かったっつってんの中から分かったっつってんの。くぐもった地の底から聞こえるような声だ。途中で何かをつぶやいているようにも聞こえる。中に入ってみよう。入れないよ。その扉は見たら分かるでしょうよ。鍵がガチガチでしょうよ。僕は扉に手をかけた。開いちゃうのもしかして。あ、開かないよね。しかし扉は開かない。力負けせに。 にこじ開けよううとととしてももも頑丈なな扉はうんともすんす言わないよく見ると扉に3つの鍵穴があるどうやら鍵がかかっているようだ僕は考えたあこれ新しいこれは出てきてないね扉をぶち破ることはできないだろうか、えー、こじ開けることはできないだろうか諦めた方がいいのではないかいやこれは諦めないでぶち破ろうぜ <laughs> 扉をぶち破ることはできないだろうかでも木製だからワンチャンいけるんじゃないオララつっていけばオララつっていけばいけるよ足りない足りないそれじゃあ足りない僕は体当たりをしたしかし扉は見た目以上に頑丈でそれくらいではびくともしない僕はふと思った、えー、そういえばひるみはどうしているだろう、えー、そういえばあ来る途中に明るい部屋があったえー、これどっちだろうな ふととみのことを気にしてみようかそういえばひるみはどうしているだろう心配しているかもしれないちょっと様子を見に行こうあ一応柱のところまでは戻れるからね様子を見に行こうそれは明るい部屋につながる横穴の前に差し掛かった時だったん前から光が近づいてくるのが見えたそれは懐中電灯の光だったっていうことは人間だな 僕はてっきりひるみが一人で来たとばかり思っていたひるみどうやってここに言いながら近づこうとするとひるみが叫んだ逃げてえ強引な一撃がボックの頭を襲った逃げてってあれだ何考える間もなかったあ薄れゆいた薄れゆいちゃった意識が僕が最後に見たのは何かを叫んでいるひるみと謎の二人組姿だったあこれは船長と息子じゃん多分 あ、これで終わるのか。船長と息子だね。ひるみが確保されてしまって。船長の息子だ、これは。で、あっと、こっちにしよう。ああ、そういう感じですか。これでもまたわからないね。この、何謎の2人組というエンドですね。 じゃあ続いて続いて続きまして続きまして6章6章はどこですか6章ここか猿キジザル家の秘宝あーあこれはもう回収しているかああはいはいはいちょっとあれだなここの待って鍵を求めて鍵を求めるところでちょっと待ってここから読んでいい 鍵さ、3つしか手に入れてないんだね <laughs>。音楽が愉快なんだよな <laughs>。えっと、で、えっ、ー、と、前は、どこ行ったっけドンを持ったのやったら、巻き行ってない気がするね。ここでね、もう、前は3つしかゲットできてないけど、4つ目を手に入れたいんだよね。これ、巻きを担いだ岩のドンに触れてみた。巻きを、あ、巻き行ったか。あれ巻きってなんだっけ何の謎解きだっけ巻き。薪 音を立てていた僕は中に入っていったあこだぬき丼やったかあこだぬき丼はやったわやったけどもしかしてこれもう一回やんなきゃダメ系えこれさ出るってことはもう一回やんなきゃダメなのかなゲットしてない状態なんかな今えー これどういう順だっけなそう、動くんだよね。動くんだよね。わかってるわかってる。はあ、はあはあ、で。うん。これを利用してパネルを正しい順に並べる。えっ、ー、と。まず、こうでしょあ、違う。あ、いいんだいいんだ。こうで。 えー、で、こうで。で、こうで。で、こうで。で、こうじゃなかったあ、違うな。違うな。ん間違えたあれ、いいんだよね。合ってた。あー、合ってたね。合ってた、合ってた。 でこれでやっぱゲットしてない感じもう一回できるってことは。熱い、熱い言うて。熱いと泣いてござるで。合ってるね。あ、鍵ゲット。あ、またこれやんなきゃいけないのか、全部。かもしれない。待って、これさ、一回戻ってみていい,いや数の間に戻ってみて。今、鍵がも持って っててるるのは何を持ってるかちょっとここでみ持っている鍵を確認するあ1個しかないのかあちょっと待ってん使んわないえ戻れないの使うしかないのじゃあ使うか1回あ鍵が足りないもうい度鍵を探しに行こうそうか これ全部一旦いかなきゃいけない。じゃあどん、どんかるどんは溶けなかったやつだっけ一個さ、分からんのがあったんだよね。やってない。これ全部ゲットしなきゃいけない系今、一個しかまだないから、親子丼は、どういうのだっけなあ,あこれは大丈夫だ。これは分かる、分かる。これは、はいはいはい。ケ k オッケ k これは、うん、鳥の卵、新しい方。 とにかく卵はあるえっ、ー、とね、一番、左から5番目、左から5めえー、左か、違うじゃない、左から1番目の卵でよっかったんじゃなかったっけあ、ひよこ出てきちゃった。ちょっと、ちょっと、間違えた、間違えた。ということは、これか。え、なんであれちょっと待って、ちょっと待って、並べようと思えず、え、うそう 新鮮卵でしょひよこ <laughs> ちょっと待ってひよこがいる新鮮卵を選べばいいんでしょ左から左から1番目でいいんじゃないのなんでひよこ出てくるといっぱいえどういうことえ一番端っこだよねこれもしかして運ゲーなのあすごい増えてく増えてく増えてくなひよこが出てくる。 <laughs> ちょっと待ってこれ左じゃないのなんであ出てきたわオッケー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 れ親子丼しょう。今2個であともう1個だから丼巻き目隠しされたやつ行ってない気がするあ行ったか目隠しがあれかぐるぐる回してあの年をやるやつだっけなんか1990何年のやつだっけ小僧丼やってない気がするな小僧丼 通路をしばらく進む壁に埋め込まれた石板を見つけた石板にはこう書かれていたあーこそ落ちる落ちると笑ってござる何で落ちると小雲ら聞けば恐れおののくお給病者が忠告無視してやみくもに進めるえこれ進んじゃいけないんじゃないじゃあわらべ歌か石板以外にめぼしいものはなかった扉もない人が通れるほどの穴があるだけだわらべ歌の意味が気になったが,僕,がと僕はとりあえず先へ進んだえこれ 先に進んだら落ちるんじゃない通路をさらに奥へと進んだどこまで続くんだろう狭く暗い通路が延々と続く突然懐中電灯の光が消えたあー電池がないスイッチを何度入れ直したが明かりはつかない電池が切れたのかな真っ暗だ何も見えないこの状態で進んでもよいのだろうかえー、進むしかないよね進もう 僕は壁を手で探りながらゆっくりと前進した。やがて鍵が手に触れん壁が手に触れなくなった。目を凝らしてみるが真っ暗で何も見えない。僕は恐るろうする足を踏み出した。あこれ落ちるな。これ落ちますね、多分どうやら板張りの部屋らしい。床が消しむ音が笑い声のように聞こえる。不気味だ。明かりがないと何もわからんのだけど、もう一歩進むと前方から子供の笑い声が、あこれ絶対落ちるな。落ちます。これは落ちます。次。多分次あたり落ちます。 恋をかけてみるが返事がない僕は恐る恐る恋のした方へ進んだ嫌な予感がして右へ進むことにした寒気がして左へ進むことにした怖くなって引き返せってめっちゃ言ってんなちょっと待ってこれさこれちょっと待ってあそうか中断い,いえ中断しないえー、っと ーど,うどうだろうなこれえーおそろそろ恋の下の方に進んだ嫌な予感がして右右左あとりあえず恋の下の方行くかうんでもこれ落ちるよなあ落ちたな僕の足が床を踏み抜いた悲鳴とともに僕は奈落の底へと落ちていった けどあれ戻されたああれ気がつくとそこはイガノドの部屋だったよくわからないがどうやら死なずに済んだようださてどうでしようか何事ともなかったかのようにじゃあ本を持った目隠しんとこではゲットできないってことが僕は本を持ったイガノドに触れたこれがあれかぐるぐる回すやつかこれ溶けるでもこれ解かないともう1個の鍵だから手に入らないってことだよね えー、これちょっとどうしようちょっともう一回頑張ってみるか。これ1999年の7月の月にすればいいんだよね。1999年の7月。これむずいんだよな。これ法則がやっぱ分からなかったんだよなー。うーん、ちょっとやってみます。多分ここカットです。絶対に。 なったなった長い戦いだったなった鍵、鍵ゲットしたあったんだやっぱりほんででまだもう一個、だからえー、と目隠しのやつがまだなんでね。 目隠し。目隠しのやつもう一回行こう。目隠しのやつも行かねばならん。えー、っと、行きましょう。おいで。負けないぞ、小僧丼。これも。 だからどんどんん前は声の行く方向に行っちゃったけど、声に行,く行,く行かない方がいい。声に行かない方がいいから、さらに進んでいくと、懐、まあ、中電灯切れますでしょ切れますでしょ真っ暗で何も見えないですよね。で、戻らずにこのまま進んで、 前進して、ここかあ、違うな。えー。子供の笑いだからこっちに行っちゃダメなんだよ。声のした方に行っちゃダメだから、えーとー、これはちょっと、とりあえず左行って、左に行きましたよ。 左向き、足を一歩踏み出す。僕は、うーん、もうこれは、もう、あれですね。これは攻略を、あのー、見てないですけど、攻略見てないですけどね。えー、前進します。攻略見てないですけど、これは前に行った方がいいっぽい。見てないですけどね。そんな、見るなんて、そんな、一歩進むと、再び子供の笑い声が聞こえてきた。そうしましたら、勇気を出して先へ行くのではなく、 えー、右へ行きます攻略見てないですけども右へ行きます右へ一歩踏み出しさらに、えー、今度は、えー、先に進みますでまた笑い声が聞こえますで次は、えー、攻略は見てないですけども左に進みます あ笑い声がする正面から笑い声がするってことは正面じゃないところということで攻略は見てないですけども右へ進みますで右へ向き直り一歩踏み出すそうすると右側から子どもの声が聞こえるということでじゃあこの状態で、えー、右には行かずに先に進むどうだい 床の感触が変わった。起死も音がしない。僕は前方を手で探った。左右に壁があり、目の前にが空洞になっている。出口だ。僕は先へと進んだ。あちちっ。に、不意に鍵ゲットしました。これで4つ手に入れたよね。おーおーおーおおおおお。なんだ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 。4つ取ったらなんかぐるぐるし,たぐるぐるし,たしだしたぞ。ぐるぐる。 なんかなんか扉が出てきたんですけども突然イグアノドンがせり上がり中央に入り口のようなものが現れたこれいいのかないいのかなこれさてどうしようかえっだの入り口に入るえ入ろうよ入ろう。 僕は台座の入り口の中に入った。大きな部屋に出た。え、これ新たな部屋また謎解き部屋の奥に3つの扉があった。中央におみくじが置いてある。おみくじ当たるも八景っ,って書いてある。<laughs> 当たらぬも八景っ,ってことだね。なんでこんなところにと思ったが、置いてあるものは仕方がない。 現実というのはそういうものなのだ。なんだ急に何の言い出したどう考えてみてもおみくじを引けということだろう。えおや鍵が落ちている。鍵ゲットしすぎじゃない今度。僕はおみくじの鍵を手に入れた。何それさて、このまま戻ることもできそうだが。<laughs> 何それえ、ちょっとできそうだがえ、これ今どこにいるちょっと待って、なんかさ。 えこれこれなんだこれいいのかおみくじを振ってみるそれは振るよねおみくじ振ってみよう当たるも百景って八景って書いてる僕はおみくじを振ってみることにした何どういうおみくじ何なんかすごいもん出てきたんですけどす神々しい神々しいもん小吉なんだこれおみくじは小吉だったまあこんなもんでしょう 余裕ぶっこきすぎじゃない今、状況わかってるえ、扉の一つが開いた。おや中に何かが落ちているぞ。なんでえ、預金通帳しかも印鑑まである。な <laughs>、誰誰総合口座通帳を置いたの誰誰のこれはいこれはでも警察に届けなきゃダメでしょ。辺りを伺いながらそれに近づこうとすると、 なんでだよ <laughs> なんでこのタイミングで悲鳴なんだよひるみの声だえー、とりあえずでも通帳拾っといた方がよくないえどうなんだろうちょっと待ってここセーブしたいなあーダメかとりあえず通帳を拾っておこうひるみを助けなければ え、これ大事これ大事だよね、絶対。え、拾うか。とりあえず拾います。拾います。拾っておこう。<laughs> しかし、なぜとこんなところに通帳がもう、昼みのぞくはことはさておいて、一旦これ、警察に届けないと、交番に。しかも、これは僕の名義誰で持ち出したの。誰だよ、俺の通帳、勝手に印鑑と通帳持ち出したやつ。 い,いくら入ってるんだろうお前のだろうあ違うか名義が三之助なだけで自分の心当たりがない通帳ってことえそれ絶対お母さんが貯めといてくれたやつじゃないじゃあちょっとのぞいてみようかなだって自分名義なんだからいいんじゃないじゃあ僕は通帳を拾い上げるとゆっくりと通帳をめくった <laughs> でも小吉だからなこの1個前の1歩前のこのあれが大金入ったらどうしよういくらいくら万円入ってんのあ <laughs> ドキドキしてきたうんドキドキしてきたでもね絶対大金は入ってないと思うこれで今から頑張って貯めろよみたいなことで多分ねマサル子の予想は0円だと思うあ違う一番最初に作るときになんかちょっとは入れなきゃいけないのかお金をだから1000円だと思う1000円ぐらいは入れといて作ってくれてお前これからこれでひるみと幸せになるためにお前頑張って稼いでここにお金を貯めてけってことだと思ういいんだよもう言うはい、よ 何え何これじゃあ、ああ、そういうことで電気が消えたってことか <laughs>。っていうか、何っていうか何出られない。な、何があ、真っ暗でえ、なんでなんでちょっとちょっといくら入ってたのか教えてよ。え、え、マジかよ。え、これもこれもエンディングなんだよね。え、すごい気持ち悪い、今の。ちょっと、いくら入ってたの今の。 え、ちょっといくら入ったんだろう、う今の。すげえ気になる。しかも誰があれ作ってくれたんだ、あれ。何これ。出られない。<laughs> 出られないというエンディング。で、え、もしかしてさ、これさ、鍵さ、毎回やんなきゃいけない系けこれ。これさ、これエンディング。違う違う違う。えー 待って、こう鍵のとこでさこれ4つ集めてえー、でもこれあれだよねえー、ちょっと待ってここの選択肢いけないのここだってあれだよねもう一回全部やるやつ全部やるやつこれ鍵持ってないもしかしてちょっと待って 鍵、鍵持ってるよね持っててああ、うそ、マジ、これ、差し替えなんだ。えー、今の選択肢でマリーのところに行った。いやー、でもこれはやらないとなー。さて、どうしようか。やりますか。じゃあ、やりましょう。これ、最初から全部、この4つの鍵を手に入れたところから、皆さんには。 お届けしましょう。じゃあ一旦切りましょう。一旦ここでちょっとじゃあちょっと全部の鍵またゲットしてきますからね。よし。みなさん4つの鍵取ってきたぞ。4つの鍵取ってきたぞ。扉が開いたぞ。そんでだ。開いたところでだ。今度はちょっと待ってくださいよ。えー、とりあえずこの中には入るよね。 えー、入り口に入るでだで入って通帳あ違うおみくじタイムだおみくじタイムおみくじはやろうそれはおみくじはあ、あるんだったらおみくじやるそんでんで鍵が落ちているおみくじの鍵おみくじの鍵も使うんかな戻ることもできそうだがおみくじを振ってみよう これ小吉でしょでも。すごいんだよな、この出方が。出方がアグレッシブなんだよな、このおみくじの出方が。あ吉基地だ小吉より良くなった基地だまあ、こんなもんでしょう違うんだ。<laughs> 一応、ランダムで変わるんだ、ちゃんと。あ、これで通帳が落ちてるのは一緒か。<laughs> なんでだよ、しかも、なんで、なんであ、あの、浅野助名義なのしかも、印鑑まである。で、 で姫 <laughs> このタイミングで姫見つけちゃったからごめんみたいな姫だよねじゃあ、えー、ここで前は、えー、通常拾ったけども昼見を助けよう助けなければ僕は通帳には目もくれず部屋を飛び出したこれはな通帳いくらあったんだろうなおーおおおんか場面変わった途中でもう一人の僕がささやくおいおい儲けるチャンスを見すみすのがつもりか えー、確かにお金は欲しいけど、お金なんかいらない。うーん、これも重要かな。これ重要かな。確かにお金は欲しいけど、お金なんかいらない。うん、確かに欲しいけど、お金欲しいけど、でも。あ、でも行ったね。よし。また悲鳴が聞こえた。開かずの扉の方からだ。僕は再び走り出した。思い出してみろよ。あの女と一緒に行って本当に楽しかった。 <laughs> あの女っていう言い方するひるみのこと急にもう一人の僕がまたささやくもう一人の僕やばくないえー、何楽しかった本当に楽しかったのかえー、もちろんだそう言われると <laughs> うんうんそう言われると <laughs>。 いろ <laughs> んな思い出でうわーすごい怖い怖い怖い,怖いそう言われたとあまり楽しくなかったようなあんな女の代わりなんて他にもいるだろうガナコちゃんとかイコちゃんとか身近で済まそうとすなひるみじゃないとダメなんだうん悩むな <laughs> どうしようこの選択肢すごいなんかどうしようこれはでもいいのかなここは。 うん、悩むなうん。<laughs> ナイスバディの、えー、これはいこちゃんとかなこちゃんか。佳菜子本当はもう好き,好きじ,ゃじゃないんだろう <laughs> そんなことあるわけないだろう, <laughs> うんそう言われると <laughs> そう言われるとそうだそう思うとなんだかどうでもよくなってきた。 あんな自かってな女に振り回されていた自分が情けなく思えてきたすべてがほくさくなってきたえ助けに行かんのそれはないよねもういいやいや行くよね僕はあっさりと見切りをつけたえなんだかさっぱりした心なしか身も心も軽くなったさて帰ろうかぇちちちょ待てちょ待てちょ待つんださあ帰ろうじゃないよえさあ帰ろうじゃないっていいの そう言って歩,歩き出した僕の顔は夏の青空のように晴れ晴れとしていたえ何それ本当は好きじゃなかったのえあんだけ終わったわ <laughs> さて帰ろうじゃないよキャー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 悲鳴を上げてる昼日をよそに帰ったわこの人もうどうでもよあせーーっ臭えわつって帰ろうってもう一人の自分超悪いやつじゃんもう一人の自分 超悪いやつだったな、もう一人の自分が。これ何つーエンドですかすんって帰ったぞ、こいつ。えっ、ー、と、どれだ夏の青空のように。なんでその昔の1990年代の歌みたいな、歌のタイトルみたいなやつ。ほんで、じゃあもう、次、もう一個ぐらいかな。えっ、ー、と、じゃあちょっと、先に行きまーす。 で七、脱出7章のところ、これはもうあれだね、船長親子がに追っかけられてるところかな。で、ここで前は B を選んで行ったけども、あこれは思い出した。あの、なんか、どっか行く場所が3つぐらい、2つか3つあって、あの指を掲げたとこじゃないちょっとここから読みますね。はい。あちょっと待って。 ちょっと待って、えっ、ー、と、見極める、そうだよね。で、エンド。あ、ここでもう、カーンエンドに行ってるのか。正解を引いてるのか。じゃあ、ここで、待って、ごめんなさい。えー、で、そういった僕をひるみが少しだけ期待した目で見た。舐めていれば見ればいいんだ。僕は一つの通路に近づくと、 これで前は指先を舐めて風の来る方向をね見極めていったんだけどこれ床を舐めて濡れた指先を舐めてみようこれ何の意味があるかこう全くわかんないけど僕は一つの通路に近づくと床をなで濡れた指先を舐めたしょっぱいそれはそうだよなうんわかってたわそれはそうなるだろうやはり床を濡らしているのは海水のようだそうでしょうそれはねそうか僕がしようとしていることがわかったのかひるみが声を上げる 水に浸かっていない洞窟が濡れているのは大気中の水分が冷たい岩に触れ付着したからだいわゆる汗をかいた状態だそれは水蒸気であり真水しかし他の道は海水で濡れているはずだ僕は道を順番に味見していった <laughs> そんなとはいえさこんな洞窟は海風が入ってくるんだからそりゃ食器は帯びちゃうんじゃないのだが期待に反してどの通路も使用の味がした どうやら大気の水分が付着したのではなく海水がどこからか漏れているのだろう僕もひるみもがっくりと肩を落としたそこかそこになんかあいつかれちゃったじゃんほら船長の声だ僕はひるみの腕を掴んだあひるみの腕ですかここでこれ重要そうだなえー、っとじゃあとりあえず毛糸でも毛糸も罠かもしれないよね だけども、ちょ、毛糸の道行こう。とりあえず逃げた方がいい早く、こっちだ。僕は赤糸の伸びた道へと進んだ。間違った道に誘導するために船長たちが糸をいじったとしても、それほど前には遡らないだろう。えー、それだけの手間をかける意味がないからだ。なそれならば、それから引き返しても構わない。 何しろここまでは糸が残っているのだからただしその時には船長たちと戦う覚悟が引き換え,え覚悟で引き返さなければならないのだがそれに船長の言ったように町に戻っても僕たちを捕らえられるのならややこしい罠など作らないではないかいずれにしろ他の道に進むよりも助かる確率は高いはずだしかし僕は陥落的すぎたようだへえ<ー>僕糸は途中で途絶えていた どうする進むひるみが言うえー、進むか戻るかうんーす,すもう進もうでこの先で待つんだ何を待つの船長たちさ待ち伏せするんだしばらく待ってこなかったら戻ってみよう船長たちにしても僕らがどの道を選んだのかわからないはずだ あまあそうだけども僕たちは先に進み岩陰に隠れるとそこで懐中電灯を消した明かりを消してしまえば全くの真っ暗闇だここまで急いできたのでまだ心臓が激しく波打っている脈打っている地面に腰を下ろし荒い息を荒、えー、い息を抑えかなじっと待つ,、えー、い,つまでもいつまで待っても誰も来ない 待つことほど不安を煽るものはないとうとう耐えきれなくなって僕は言ったもう行こうきっと船長たちは正しい道から外に出たんだよ表で待ち伏せすればいいんだからねえ逆にこれ待ち伏せされてんじゃないのもうこんな状態なんだそうねそう確かにそうよあ言い聞かせてるこの洞窟の中で私たちを捕まえる必要はないわけよ自分で行ってから僕もそのことに気づいた ということはこれは僕たちよりも先に外に出るための罠かどうする麻ス助もう罠にはまっちゃってるってことだよねこれ絶対待ち伏せされてるよ逆に決めたさっきの分岐まで戻ろう戻るってそれじゃああの分岐はさっきまでは水没していたよねひるみがうなずいたそれならばあそこから海に出られるわけだおそらく内海にあったあの洞窟にこれもまた楽観的すぎる考えかもしれない しかしまともに外に出ても船長たちに見つかるだけだそれならばここで勝負に出た方がいいわかったひるみが言った浅之助を信用するわよし決まった行こう、はあ、また戻って、はあはあ、分岐点に戻ると山場の部屋へ続く道が一通の間にか閉じられていた進むべき道は4つよく見ると蛇をは 道あダビリンドの文字が入り口に刻まれている。僕たちは何て言うもう蛇でいいのか蛇の通路を済んだ。尾の通路を済んだ。輪の通路を済んだ。道の通路を済んだ。えー、っとえー、っとこれは申し訳ないけどもあの攻略を見たわけじゃないけどもあの輪の通路かなと思うんだ。 攻略は見てないけども僕たちは和の通路をすんだマッティだぞ早くない僕の首をゴツゴツした手が掴んだものすごい力で締められるひるみの悲鳴が聞こえただが僕にひるみを救うことはできそうになかったうわあこれでもこのあとひるみもやられちゃってるよね多分ね終わったね終わったねこれはね やっぱり待ち伏せされてたね。案の定だね。つうことで、じゃあ、ここの分岐路、そのどっちに出るか、出口出るかのところでもう一個。あーやっぱ待ち伏せか。もうその通りだな。じゃあ、ここでどっちに進むかで、待ってね。どっちに進むどっちに進むで、A を選んだんだね、今ね。 なので、ここ、ちょっと B を選んでいきたいと思います。船長の声がした。で、さっきは毛糸の道行ったけど、それ以外の道を行きます。今回は。進むべき道は4つ。よく見ると、あ、ここか。刻まれてる。で、ここで、えー。ちょっと待ってね。ここは、なんて言われた 毛糸以外の道は4つ。毛糸以外の道は4つ、えー。ここでちょっと B を選ばしてくださいね。B をね。僕たちは「お」の通路を進んだ。しばらく進むと通路が広くなった、えー。通路の両側には無数の穴が開いている。穴からは突風が吹いているようだ。これは 通路の脇に文字が書いてある。なんてああ、チョコブラの村にしゅ一人残らず、ひんデ、これ歌だね。一人の子が死んでござる。なんで死んだか聞こうとしたが、アクタレイたちの風の神が最後の一人も殺してしまい、島に残るはただ風ばかり。そして誰もいなくなったとさ、と。声歌だな、ラベべ歌だ。でも、どういう意味なのかしら えー、その時、一匹のコウモリが迷い込んできた。急に一匹だけなのなんかいっぱいいそうだけど、洞窟なんて。上にいっぱい張り付いてそうだけど。コウモリはひらひらと飛び、通路を横切った。痛い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 。何何コウモリの翼が血とともにちぎれ飛んだ。何で無数の肉片がポトポトと通路に落ちる。かまいたち。僕とひるみは同時につぶやいた。どうやらここを通るのは命がけのようだね。 僕はもう一度わらべ歌を読み直した。アクタレイタチ。島に残るはただ風ばかり。そうか。僕は言った。え僕らも風になればいいんだよえ。僕らもイタチになればいいんだよ。えー、イタチじゃないでしょ、風でしょ。だから残るは風ばかりなんだから、風になればいいんじゃない僕らも風になればいいんだ。 救援じゃなくても救援じゃなくてもあなたに会えた幸せ感じて風になりたいありがとうございました、ご清聴さあ、行くよ。風のように通路を駆け抜けるんだ。僕はだ、だっと、だっと、だっとのごとくか、だっとのごとく走り出した。 なんでだよなんでだよ風になったじゃないか今。気持ちよく歌ったりもしたじゃないか。歌ったし、風になったし、ラジバンダリーだ。な関係ないよ。歌ったり、間違ったわ、ラジバンダリーの出し方。ラジバンダリーに謝らなきゃいけないよ、これは。ラジバンダリー、ごめんなさい。歌ったり、なんだっけまあいいか。えっと、これで、 コウモリにで結局、風にやられちゃったってことだね。1人残らずってことだもんね。セーブ完了。本出だ。これは切り、えー、裂かれっていうエンドか。切り裂かれエンドで、えー。じゃあ、あともう1つかな。ついに、ついに来ました。最後の1つ。えー、出口をどっちに進む えー、B を選んでこっちに来ます。で、ケイト以外の道は4つ。で、ここで、ここで、ケイト以外の道4つで、えー、ダビリン道のここで、じゃあ、こ次こそここで、えー、C を選んでみます。これで、どうなるダメあれ、4つ持ってないか。 このげなが開けられないようだあ持ってるねすげえ持ってるね4つ四 <laughs> つでいいのに5個あるけどもどうするえ鍵を使うよねそりゃえこれ使っていいよねえ鍵使っていいよねこれ鍵使うえこれなんかえいいよね使ううんあいたいたいいねうんうんうん 鍵を使う使うこれ順番に使っていいんだよねえダメなの鍵を使うなんかこれ一個一個いちいちなんで出るの使うあいくあいた1個余ったけどもね一個余ったんだけど鍵がねえね一1個余ったんだけどね 1> 何1個余った4つ目の鍵を外すと音を立てて扉が開いた僕たちは恐る恐る中に入っていった大きな部屋に出た懐中電灯で周囲を照らすと小さな岩棚を見つけた僕の目より少しだけ高い何だろう僕の問いにひるみは答えないさすがに疲れているようだ僕は背伸びして棚を覗き込んだ えらいきょいで覗き込むどこの騒ぎじゃないよそれもうちょっと半分乗っかってんじゃんもう上半身泥がこびりついている紙棚みたいな感じそれその泥の下に文字のようなものが見えた何か書いてあるよ僕は泥を指で書いた何をしてるの文字が泥をかぶってるんだだからそれを待ってひるみが叫んだなんだそれでも岩棚を指で書き続けた その声に僕は振り返ったなになんでなにこれこれなんかすごい意味あるね。いやそれでも書き続けよう。書き続けた。やめてあさのすけ。どうしてここに警告か何か書かれているかもしれないじゃないか。忘れたの牛頭様が言ってたこと。牛頭様が言ってたことなんで言ってた頭捨て、蹴りて終わる。 ただしきは棚を書きおとらずえ書かきおとらずでいいのかな劣とらずこれえか書き続けろってことじゃないの違うのこれあ違うんかそれが一体そうかただしきは棚を書きえこれおとらずじゃないかもしれない書いちゃいけないの方え書き続けろの方どっちつまり悪しきは棚を書き むしるかこれむしるだ髪の毛を少なくするっていうよりむしるかきむしらずだあかきむしっちゃだめなのだからひるみは止めてんのかこの棚をのなをかきむしっちゃだめだってことそうとしか思えないけど、えー、確かにその通りだ、えー、しかし僕は文字が気になって仕方がなかったうーんこれはねー ちょっっと気にななて仕方がないんですよ。ごめんなさいだけどやめてあそのすけお願いひるみは必死になって訴えている、えー、しかし僕は止めなかったどんな恐ろしいことがあるかわからないのよそれでも僕は止めなかったそれでも僕は止めなかったとうとう文字が現れたそこにはこう記されていたなんてなんだこれああんまえてんオイル 大好き、炭尿謹慎図だって僕はすぐに思いついたこれは牛頭様の予言だ頭捨て蹴りて終わる正しきは棚をかきむしらずうーんだからむしっちゃだめだったのにむしってしまったことによってなんか暗号みたいなの出てきたつまり 頭捨てて蹴りて終わる正しきは棚をかきむしらずこれを一文字置おきに記号に置き換えてあるのだしかしこれが何を意味するのかまではわからないそこまでだ後ろから声がしたなんで青いのな振り返るとそこにいたのはあああギューズ様が来ました振り返るとそこにいたのは牛の頭を持ったハンラの男だった 男は巨大な鉄の棒を持っていたさっき言ったろみたいな感じまあかきむしるなっつってあれだけ言ったじゃ言っただろっつって出てきた人が触れてはならぬものを見たな牛の頭の男はそう言うと鉄棒を振りかぶったあって手一てー落とした一て落としたひるみの悲鳴の一瞬後僕はその鉄棒で頭を吹き飛ばされていた わー最後の最後がすごいエンディングとなってしまいました。はい。ということでですね。見事に。見てください。関エ度11。終わり77。ちょうど77でよくないなんかラッキーセブン的な感じだね。OK。待ち伏せ。

まだ3とかね他のなんかやつも構えたちシリーズありますからまたやるかもしれないしやらないかもしれないしまあその時はまたあのお付き合いください本当にご視聴ありがとうございましたまた別のゲームでお会いしましょうじゃあねバイバーイゲームが上手になりたいなもっとみんなに褒めてもらいたいから コントロール握るでもいつもお母様にいていてばかりで俺を